こんにちは、市役所です。今回はクリミプロジェクトの活動についてクリミプロジェクトの藤井会長にお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずクリミプロジェクトではどんな活動をされているのか教えてください。はい、クリミプロジェクトは、平成30年度に能登川地区まちづくり協議会と東近江市の関係部局に新たに立ち上げた協議会です。はい、琵琶湖岸の、景観美化と自然環境の保全をに努め、人々の憩いの場であったかつての美しい湖岸を復活させることを目的として活動しております。さて、森田さんは東近江市の海岸行かれたことあります？通りかかったことはあるんですが、どんな場所なのか詳しく教えてください。はい、東近江市には琵琶湖と接しているのは栗見新田町、栗見出材家町になります。はい、また東近江市の海岸は綺麗な景色が見られることで有名な景勝地にもなっております。まあ、このような美しい夕日を見ることができます。こんなに美しい夕焼けが見える場所なんですね。はい、また冬の寒い日には、波しぶきが木の枝に凍りついてできるしぶき氷という、現象を見ることができます。はい、四季折々いろんな琵琶湖の表情を見ることができるんですね。しかし近年は漂着した流木ですとかゴミが散乱しておりまして、はい、草木なども生えておりまして、湖岸の浜辺まで気軽に立ち寄ろうとすることができなくなってしまったんです。多くの流木が漂着したり草が茂ったりしているんですね。はい、そこで、クリミプロジェクトでは平成30年度から、クリミ新田町とクリミ出材家町、両自治会の協力もいただきながら湖岸の清掃美化活動をはじめ、きれいな湖岸を取り戻す活動を進めております。皆さんの活動によって少しずつ湖岸がきれいになってきているんですね。そうですね、昨年10月20日に、栗見出材家町千崎の琵琶湖岸で、琵琶湖岸復活大作戦と題しまして美化活動を行いました。はい、本来でしたら一般ボランティアの人も入っていただいて美化活動を通じて東近江市の湖岸を体感していただきたかったんですけども、コロナ対策の観点からクリミプロジェクトの会員22名で行わせていただきました。なるほど。当日は手作業ですけども、いろんなものを清掃させていただきまして、2時間ほどの限られた時間で2トントラックがいっぱいになるぐらいの量を回収することができました。うわ、ものすごい量ですね。琵琶湖岸復活大作戦は今年も予定されているんでしょうか？はい、新型コロナウイルス感染対策のため今年も残念ながら一般ボランティアの募集はできないんです。はい、クリミプロジェクトの会員のみで湖岸の美化活動を行う予定でおります。美化活動が終わりましたら東近江市のホームページでお知らせしたいと思っておりますので、ぜひ綺麗になった湖岸を見ていただきたいというふうに思います。はい、東近江市の特徴でもある鈴鹿から琵琶湖までの琵琶湖での活動にも注目していただきたいですね。そうですね。では最後に番組をご覧の方に一言お願いします。はい、綺麗な琵琶湖岸を取り戻し、次世代へと引き継ぐために私たち自身が湖岸の価値を認識することが大事だというふうに思っております。皆さんが訪れやすく憩いの場となる湖岸を目指しておりますので、ぜひ一度湖岸を訪れていただいて東近江市の宝を体感していただきたいというふうに思います。身近にある場所の大切さを再認識していただきたいですね。今回はクリミプロジェクトの活動について藤井会長にお話を伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。